この度ベストサポーティングアクター助演男優賞を受賞することができました。本当に光栄ですし、これは僕一人では取れた賞ではなくて、鈴木亮平さんという素晴らしい主演の俳優がいたからこそ、そこをサポートしてこの賞をいただくことができました。これはみんなでチームエゴイストで取れた作品だと、取れた賞だと思っております。エゴイストはまだ公開されて、数週間経ちましたけども、本当にエゴイストがこれから歩んでいく道はまだ始まったばかりで、どんどん日本だけではなくて世界中に羽ばたいていく作品だと信じておりますので、これからも引き続きエゴイストをどうぞよろしくお願いします。